皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。9月の2日ですね、木曜日。今日もちょっと肌寒いぐらいの天気ですね。朝は長袖にしようかなとちょっと思ったんですけども、やっぱり日中仕事してると少し汗ばむので、まだ半袖で今日は来ましたが、多分別に長袖でも、どうなんだろうな、もう一回また暑くなるのかな。変な天気ですよね。はい、ということで、今日はですね、特に話題というほどの、テーマはないんですけれども、気がつくとソニカもですね、前回のオイル交換からも3000キロを超えまして、3035キロ、そろそろオイル交換ですね。先ほどちょっとオイル確認したらですね、まだ真っ黒まで行ってないですね。まだ茶色、ブラウンっていう感じのオイルの色ですね。まだまだ走れるんですけども、この辺で、3200-3300キロになるぐらいまでの間に変えた方がいいのかなというふうに思っています。走行のフィーリング自体はですね、今回聖火、暑い夏だったっていうこともあって、先週ぐらいからやっぱ走行フィーリングはガタ落ちですね。オイルの状態だけを見るとそんなに悪くはないんですけれども、始動直後のエンジンノイズとか、それから走行している時の滑らかな感じっていうのはやっぱりもう悪くなってましたね。明らかに劣化がもう感じられる状態でしたので、今週の末かな、日曜日ぐらいにはオイル交換をサクッとやってしまいたいと思います。毎回いつも同じ、エルフのオイルですけどね。はい、ということですね。それからですね、昨日のダッシュボードのビビリについて、リフレッシュみたいな話しましたけども、引き続き、ヘッドライト買った時って結構もう黄ばんでたんですよね。で、これは時間がどうだろうな、買ってから2ヶ月も経たなかったと思うんですけど、ペーパーで磨きまして、磨いた後に、ウレタンクレアクレアウレタンクリアを拭いたのが今の状態です。ですね、ただ初めてのウレタンクレアクリアじゃない、なんでクレアなの、ウレタンクリアってウレタンクリアさんってなんか いそうですよね。ウレタンクリアを初めて拭いたので、ちょっと塩梅が良くなかったのか、黄ばみは完全にね、ペーパーで、600番からやってるので除去できているんですけれども、黄ばみは取れたんですけども、最後仕上げた時点で透明感がいまいちだったんですよね。で、それから半年以上経って現在に至るなんですけれども、そろそろそのウレタンクリアの誰だクレアって、ウレタンクリアの、くすみがなんかたーく出てきているので、今日は、ペーパーでまた抜本的にやるときにはまたペーパーで磨いてクリアを拭いてってやりたいと思うんですけども、今回はですね、コンパウンドとそれからコーティング剤を買ってきました。先ほどオイル交換と同じタイミングで作業できたらなと思うんですけどもね。今回の狙いは、黄ばみは取れてますので、コンパウンドでしっかり仕上げをしてあげて、でちょっと高めでしたけどね、1600円ぐらいしたかな、コーティング剤を仕上げたい、吹きかけて仕上げたいと思っています。という感じですかね。あとは昨日言っていた少し消耗部品類も買い込まなきゃいけないんですけれどもね。ラジオがですね、最近やけに雑音を拾うんでおかしいなと思って、一回アンテナくるくる外して、で金属部分のところをこう少し、なんて言うんでしょう、ガサガサ磨いてあげて、それからまた、元の位置にアンテナを戻したら、雑音はだいぶ取れましたね。やっぱり金属の接触部分っていうのは結構そこで、利得が落ちる、ラジオの感度が落ちる、ノイズを拾ってるっていうことになるんでしょうかね。
て、あとはそうですね、やっぱり毎日毎日仕事で使っているこのソニカですから、たまに時々にはそのリフレッシュという形で、それが洗車だったりタイヤのメンテだったりワックスだったり、あとは何ですかね、このサイドのマットガードとか、フォグランプあたりの黒い樹脂部分とかの、磨き上げ、黒い部分はより黒にするとかですね、まあ、そういうアンチエイジングというかリフレッシュメントを行わないとね、かわいそうかなと思います。普段頑張ってくれてますからね。あ、マニュアルシフトで走ろうと思ってたのに忘れてしまっていたはい、ということで今日はですね、特に話題というわけではなかったんですけども、ソニカのリフレッシュメントに関係したその他のお話をちょっといたしました。はい、ということで皆さんまた明日次の動画でお会いいたしましょう。あ、カメラが下がっている。なんかこのホルダーも買わなきゃいけないね。はい、ということですいません、ちょっと画像が見にくくなってたらごめんなさい。大丈夫かな、このぐらい下がってた。大丈夫。はい、それでは皆さん雨降ってますね、運転気をつけてお仕事頑張ってください。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。ではまた、バイバイ。